祖母は死刑囚、姉は虐待死、それで仮に施設に預けても生きても子供が自分と同じ思いをすると思ったのでしょうか。週刊文春の記事ですね。全身に多数のあざ、歩けないほど衰弱、林真澄長女と、継父に、虐待死された16歳娘の句会という記事でございます。和歌山市内の木造一軒家で開かれていた書道教室にて、私も習字やりたい、薄汚れた T シャツ姿で玄関に立っていた少女は16歳で命を失うまでは懸命に居場所を求めていたということです。16歳で、虐待死で亡くなってしまった心さん、和歌山市に住む鶴崎心さんが当時16歳、全身打撲による外傷性ショックで死亡したのは、昨年6月9日のこと。心さんが緊急搬送された約2時間後、母優子さん、優子亀37歳と次女4歳が関西国際空港の近くの海に身を投げ無理心中を遂げた。実は優子は4人が死亡した和歌山火影事件で死刑判決を受けた林真澄の長女でした。その約8ヶ月後の2月16日、再婚相手の派遣社員木下拓実40歳が保護責任者遺棄致死容疑で逮捕されたと。火影事件後に優子は重い十字架を背負って生きてきた。児童養護施設から高校に通う間もなく中退、20歳で1歳下の妹の同級生と相手方の両親の反対を押し切って結婚し、2005年4月に心さんを出産する。仲の良かった同級生には結婚しましたと喜びに満ちたハガキを送っていましたと中小時代の同級生は言っております。林真澄の死刑が確定した後の離婚、2009年、5月に最高裁で林真澄の死刑が確定。優子は事件から離れたいと話し、生活が脅かせることを恐れるようになっていたと優子さんの知人の方は言っているそうです。そして、13年に離婚。心さんは父親に引き取られることになったが、深夜に子供が一人でほったらかされているという連絡を受け、何度かアパートに足を運びましたと。家の前に座る彼女に理由を問うと、お父さんがおらんと小学校時代の校長は話しています。一方、独身に戻った優子はライブハウスでギターを弾いていた木下と巡り合う。優子と木下の結婚は少女にとって、苦界の入り口だったんですね。81年3月、木下は有田市に生まれた。地元の県立高校を中退後に東京の文化服装学院の服飾科に入学。当時の同級生が、こう証言する。彼は SA というパンクロックバンドにはまり、下北沢のライブハウスに出入りしていましたが、シャツを縫って仕上げるなどの授業の課題がこなせずに1年弱で中退。地元でバンド活動していると聞いていたそうです。木下に転機が訪れたのは2015年の夏のことだと。優子との入籍を友人に SNS でそう報告。約2年後、娘を設けると、優子は心さんを引き取り、4人で暮らし始めてる。だが、それは、少女にとってネグレクトに次ぐ、苦界の入り口だったというわけです。心さんは妹の世話をしなくちゃいけなくなったからと、中1からは不登校でした。
一度妹を電気カーペットで低温やけどさせそうになり、親に怒られてハンガーで殴られたと言っていましたと心さんの同級生が言っています。そして、死亡前は歩けないほど衰弱、だが優子は養父である木下の知事に対して渾身的な一面も見せていた。僕が大動脈解離で入院しとった時、彼女は下着を持って洗って持ってきてくれた。でもカレー事件のことも心という子がいることも知らんかったと養父は言っております。社会部記者が事件の今後について解説します。心さんは全身に多数のあざがあり、死亡前は歩けないほど衰弱していたということです。木下は嘘をつくから暴力を振るったと言っていたと供述。県警は約4年前から夫婦で心さんを虐待してたと見ており、優子も容疑者死亡のまま書類送検する方針です。木下は妻と娘2人の死後立件されないと信じ、日常生活を送ってたという記事です。虐待されてた長女も、その後に、林真澄の長女、関空の橋から飛び降りて、次女も亡くなってしまったという、とても悲しい事件ですね。運命というかですね、容疑者の十字架というのがなかなか呪縛できないところにあるのかもしれないですけども、どうにかできなかったのか、また、こういうなるしか道はなかったのか、簡単には言えるんですけども、とてもね胸が苦しくなるニュースですね。まあ、結婚相手も悪かったのかも、知れないですけども、その相手を選んだのは自分で、そこから悪影響があるならば、子供を守るのは親の義務でもありますし、自分が苦労して、来たからこそ子供を持つのであれば、負の連鎖っていうのは自分で断ち切るという思いを、持ってほしかったなと思いますね。まあ簡単にはそう言えますけど、自分がもしこの優子の立場であったらどうなってたかっていうところですよね。状況的には妹の面倒を見なければいけないから学校に行けないっていう状態もそもそも、おかしいですし、自分が見るべき赤ちゃんの面倒を娘にやらせて、失敗すれば、殴るとかね、考えられないですよね。ある意味、負の連鎖を断ち切りたかったのかもしれないですけども、にしても4歳の次女を連れて、行ってしまった言った意味が、ね、分かんないですね。祖母は死刑囚、姉は虐待死、それでも施設に預けて生きても自分が子供と同じ思いをすることになると思ったのでしょうか。とにかく、お子さんがかわいそうだなと思いますよね。この母親も大変な人生だと思うだったのかもしれないですけどもね、せめて子供は、守ってほしかったなとね思うようなニュースでしたということで、本日のニュースためになったって方、チャンネル登録高評価をお願いいたします。では次のニュースでお会いしましょう。それではさようなら。